レジ聞いてありますか。ディアブロ4やっていきたいと思います。今日はですね、ディアブロ4の偉い人、副社長のロッドっていう人がいるんだけど、その人が急に DLC 出すわって言い始めて、はい、と思ってインタビューした人も困惑という形で、急にね、DLC がインタビューの中で出るという話が来ましたので、今回はそれを含めリリース直後のインタビュー内容の、中身っていうところをみんなとね共有していって、ディアブロ4の現状っていうのをみんなでね見ていければというふうに思っております。ということで本日の目次はこちらです。副社長のインタビュー、2つ目、急に DLC ぶっぱで、最後にですね、予想される DLC という形でやっていきましょう。でまず1つ目なんですけど、副社長のインタビューっていう形で、今回ですね、行われたインタビューっていうのは、ディアブロが通常版6月6日リリースされたんだけど、多分そのタイミングに合わせてね、出たインタビューだと思うんですが、さっきも言ったロッド・ファーガソンっていう、ロッドっていう人が副社長なんだけど、偉い人だよね。この人がインタビューを受けて、そのインタビューに答えてますというのが今回の内容になってます。で内容的にはまずですね、なんかメタスコアに納得してないらしい急になんかね、あれなんだけど、いやなんか現状、ちょっとメタスコア8点台から10点台をうろうろしてるけど、みんなの評価がちょっと少し苛立っているみたいな感じで、中身としてはですね、これ何かというと、メタスコアと言われる、ファミ通でもさ、点数でさ、評価するじゃん。10点満点中何点のゲームソフトです、理由はこうですみたいな。でそれがですね、インターネット上で ある多分世界で一番大きいね、指標とされているメタスコアっていうですねところがあるんですよ。でそのメタスコア上で、あまりね自分の思ったほど点数が上がらなかった、直近ではゼルダがやっぱ 9.5 っていうですね、10点満点中 9.5 っていうとんでもない高スコアを出していて、やばいなっていう形になってるので、やっぱりね今年のゲーム大賞っていうのがゲームオブザイヤーっていうのがあるんだけど、世界の中での最高のゲームをっていう、あれなんだけど、エルデンリングとか取ったやつなんだけど、そこら辺で多分勝ちたいからゼルダとかに、なのでもうちょっと欲しいみたいな点数がっていう話になってるんだと思います。でさらにねインタビューが続いていて、ディアブロ4の今後の運営についてっていう話も出ています。で運営的にはですね、高品質なプロダクトを提供するためにバグの修正とか品質の向上に重きを置いているという感じで言っておりましたっていうところなんだけど、正直ちょっとですね、後手後手になっている感はあるので、おそらく先日ですね、めちゃくちゃ大規模なナーフ中心のバランス調整のアップデートが起きたんですね。でここに関してはですね、僕が思うにサーバースラムと言われるオープンベータから製品版の間、製品版がちゃんとリリースするアーリーアクセスの6月2日からサーバースラムが終わった後ね、オープンベータが終わった後の間にやろうとしてたものができなくて今やったんじゃないかなというふうに思うんだよね。なのでちょっと後手後手になっている部分で、初動ですごくねバタついているところがあると思うんだけど、俺的にはね、ポジティブにね捉えているので、結構やる気があるから結構ね頑張って早め早めにいろいろやってるのかなというふうに思うので、物理的にできなかったんだと思うので、それでもねできるだけ早めにやってもらってるというところなので、僕は信じたいかなというふうに思ったりしてますね。で、バグ修正とか品質向上っていう形なんで、バグ修正もねやってもらいたいし、なんかストーリー進行負荷のバグとかもあるっぽいので、なんか生放送やってたらコメントでなんかそれもらってマジって思ったんだけど、ストーリーをこれ以上進めれなくなるっていうバグがあったりするみたいなので、そこら辺踏まえですね、ちょっとバグ修正とかは早急にやってくれると嬉しいかなっていう風に思ったりもしますね。さすがにね致命的なバグはねやばすぎるからねっていう感じになってますね。で、そこら辺の点についても実はね、ロッドを白状してます。はい。ディアブロがプレイの前の状態で完全にタスとされていない機能を持っていると認め、これらが7月に公開されるときにいくつか問題が発生する可能性もあると答えてますっていうので、なんか言ってるので、要するになんだけど、7月って何かというとシーズン1ですね。バトルパスとかがあって、やっぱりね、ディアブロの一番楽しくなってくるのはもちろん今ね、いろいろね、職業とかクラスとかを触って楽しいねっていうのもあるんだけど、シーズンが始まったらまた楽しいんですよ。やっぱりさ、Apex とかもシーズンが変わるごとに楽しいわけじゃん。でそんな感じでワイフと言われる、キャラがですね、リセットではないんだけど、今までのキャラとはまた別のセーブスロットになって別枠になって、で新しくですねキャラを作ってですね、シーズンを戦って、シーズン中の限定スキンとかゲットしたりとか、シーズン中どこのレベルまでいけるかなとか、今シーズンはどのキャラ育てようかなっていう風になるわけなんだよね。なので、そのメインのシーズンまでに
まあ、あのちょっとねいろいろ足りないとこあるけど、まあ、頑張るけど、まあ、もしかしたらこのまま不完全でみたいな話もしているので、まあ、ちょっとですねシーズンに向けて頑張ってるけど、まあ、現状ねあのリリース直後が若干ちょっと不完全であったっていうことはやっぱり認めてるっていう形でしたね。なので、まあ、おそらくなんだけど、やっぱりさっきも言ったんだけど、まあ、この間の超大型アップデートはサーバースラムと、まあ、オープンベータねと製品版の間にやりたかったことなんだろうなというふうな感じで若干進行が遅れている可能性があるよねっていうのが、まあ、僕はね思ったりしたところではあるよねっていう感じですね。まあ、なんだけどあの結構やる気はあるぜみたいな感じでゲームオブザイヤー取りたいぜみたいな感じの、まあ、あのかなりですね強いあの気持ちはあの伺えるかなみたいなそんな形にはなっております。はい、まあ、ここはね結構ねプレステの人とかは特にあの先行でプレイできるあの高いねあのデジタルデラックスエディションだっけとかアルティメットエディション買ったのにプレイできなかったっていう人もいるので、ここら辺はねちょっとね賛否両論っていうか、まあなんか批判されてしまう部分もあるかなっていう感じですね。どうしてもお金を取ってしまったからね先行プレイできるというところでっていう感じになっております。でインタビューの最後に関してはですね、一応ですねゲームの開発のリスクに尋ねられて、ロットは特に切り捨てられた大きなアイデアはなかったよっていうふうに答えてます。開発者が過去のゲームから何かを取り入れるかではなく新たな可能性を探求することに、まあ、あの重点を置いている重きを置いているというような形になっているので、結構ですね、まあ、ガチな感じで、なんていうんですかね、いろんなことに向き合って新しいことをどんどんね、進んでやっていこうみたいな感じの話が出ているので、かなりですね僕としても、まあ、現状ね楽しくやらせてもらっているので、でディアブロ3からかなり変わっているので、そういったね点に関してもポジティブに僕が変わっていると思っているので、非常にですね、まあ、僕としては、まあ、何回も言うんだけど応援したい感じかなと、面白いんじゃないのかなというふうに思ってます。という形なので、次に、一番ですね僕も気になった、DLC 何っていう話をしていきたいと思います。で DLC なんと今2つ開発されているらしいです。で1つが今開発中で、もう1個が開発に正式版リリース後着手した新しくっていう形になっているので、現在ですねあの2つの DLC の開発ラインが走ってるらしいですっていう形になって、 DLC に関しては正直あのディアブロ系では結構おなじみというか、ディアブロ3の時もネクロマンサーが出る拡張パックとかがあったので、そこら辺踏まえですね、まあ、結構ですね、まあ、よくあるパターンではあるんですが、なんとすでに着手していて、でここでですねやっぱね DLC 一体何が出るのって気になってくると思うので、ちょ残念ながらねまだね DLC の詳細まではもちろんね製品版が出た、まあ、あのすぐなので、そこの話まではもちろん出てこないと思いますので、実際に、ね、あの出てきてこなかったのでインタビューの中でもね、なので今回 の、 あの DLC2 つという点について、まあ、一旦ですね予想してみようかなと。っていうのも俺たちはディアブロ3とかを経験しているわけだから、そのディアブロがですねどうなるかっていうのは、まあ、おおよそね以前の DLC を比べると分かるんじゃないのかなというところで、最後の項目予想される DLC という形でやっていきたいと思います。でやっぱり DLC といえば新しいクラスなんだよね。なので最低でも俺的にはあと2つ追加でクラスが出るんじゃないのかなというふうに思ってます。でまあいろいろねあの意見があるんだよね、クルセイダー、モンクで、まあなんかアサシンとかで、なんかいろいろあるんだけど、俺的には何が次の職業出るのかなっていうふうに考えた時にクルセイダー来るんじゃないのかなというふうに思っていて、でなぜかというとクルセイダーのなんか遺跡とか結構あるんだよね、プレイしている人だったら分かるんだけど、なのでクルセイダーこれワンチャンあるんじゃねみたいなのは結構感じてる。なので俺的にはクルセイダー結構第一候補かなっていう風な予想がなんか勝手にしている、まあ、全然当たるか分かんないけど、ね、情報が1ミリも出てないんで完全に俺のねあの勝手な予想だからあれなんだけどっていうところなので、まあ、俺的にはね結構クルセイダー来るんじゃねってあるんじゃねっていうのが考えとしてはありますね。であとはですねあの記事として取り上げれたのかられていたのか、ブラッドナイト、そのイモータル俺やってないから課金ゲーすぎてちょっとなんか泣いちゃってやってないからあれなんだけど、ブラッドナイトって呼ばれるそういった職業があるらしくて、まあ、これもクルセイダーと一緒で、まあ、なんか聖騎士なのでクルセイダーは、なのでそれと同じナイト系の職業
騎士みたいな感じ、まあ戦士みたいな感じかな、まあ、よく RPG である職業でいうと。今さ戦士っていうのは、まあ、バーバリアンが戦士っちゃ戦士っぽいけど、まあ、なんかどちらかというとなんかまあなんというか脳筋寄りだから、もっと主人公っぽいさシュッとしたさ騎士みたいなのがおそらくみんななんか予想してるんじゃないのかなというか、まあなんか来るのがまああのいいんじゃないかっていう風なノリがもしかしたらあるのかもしれないね。そのブラッドナイトとかのあれを前提で考えたりすると、でさらにそのクルセイダーっていう聖騎士のなんかいろんなねあのダンジョンとかあるのって、まあそこら辺もね結構ねあれなのかなっていう風な形で騎士系列がワンチャン出るかもねっていうのも俺はね思ってる。であとはね海外とかの情報だと結構面白いのがあったりするんで、そういったのを見てみると、まあ、なんかグッズが海外であるらしいんだけど、そのグッズの中にこれアサシンじゃねっていうのが載ってるらしいんだよね。なんだけど、まあ、ちょっとここは分かんない、アサシンが来るかもしれないっていうところなんだけど、アサシンぶっちゃけローグでよくねってなるから、現状の感じだとねあのまあその、まあ、違うよっていう人はいるかもしれないんだけど、そのなんていうのタイプとしてはなんかそのうんっていう形になるので、まあ同じ系列なので、だったら文句とかちょっと違う素手で戦う系とか出してもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりもするので、まあ俺的にはですね、まあキャラは絶対出ると思うので、少なくとも2つのクラスが新しく出ると思いますので、その2つのクラスが何かっていうのも楽しみだよね。なのでその DLC が出る前に俺はとりあえず全クラスある程度触って、まあせめて全クラス50以上にはしたいなというふうにね、ネクロマンサーはもちろん100にしたいんだけどっていう感じになってるので、そこら辺はですね結構俺はやっておきたいなというふうに思ったりもしている次第ではありますね。なかなかですね現状としてはですね、まだネクロマンサーしか触れてないところではあるのでね、ちょっとね今後もちょっといろんなキャラ触っていきたいなっていう感じです。でさらに、まあ、クラス以外にも、まあ、出てくるんじゃないかって思われてることっていうのが結構あって、それはですねシステム系の大きなアップデートなんですね。でここら辺を結構ね入れたいみたいな感じを言ってて、でまあ、具体的なあの運営で言ってた内容だと、まあ、今ねこれ俺のスキルツリーなんだけど、まあ、スキルを新しくするみたいな、まあ、どう新しくするか分かんないんだけど、例えば今さ現状だと発売当初はここで終わってるじゃん、スキルツリー重要なパッシブのところ、奥義があってパッシブの強いやつで、さらにこっから伸びるのか、もしくは奥義のなんかツリーが増えるのか、奥義のスキルが増えるのかとか、でさらにコアスキルとかがなんか増えるのかとか分かんないんだけど、まあ、何かしらの、まあ、発展があって、でまあなんか新しい要素が加わるっていうところも考えられるよねっていうのがあるので、なのでそこら辺含めていろいろですねアップデートっていうのは結構来そう。でさらに言うと今までだと、まあ、キャラが来るよねっていう DLC だったんだけど、まあ結構ね今回は新しいことに挑戦しているってねインタビューでもさ、言ってたから、ロッドが、まあ、それに合わせて結構新しいこと組んじゃねって思ったりもしてるし、現に今回のディアブロ4はマルチプレイとかオンライン要素とかいろいろな新しいものが組み合わさって、ヘルタイドとかねいろんなものが組み合わさってめっちゃ面白いから、なんか新しいさそのやり込み要素が増えるかもしれないって俺はワクワクしてるなのでちょっとね俺はそこら辺含めて、まあ、あえて多くを望みたいと思う。なぜならもうめちゃくちゃ楽しいし、結構ですねいろんなことを実際やってくれてるんで、そこのなんかね期待感っていうね、新しいことをやってくれる期待感っていうのがですね俺はね、まあ、今あるから、もっとね結構ねいろんなことを、まあ、作ってくれると嬉しいなというふうに思ってますね、まあ、ただねお金出してアーリーアクセス買ったのにアーリーアクセスできないとか、それはちょっとやめてほしいんだけど、はいなんですけど、まあ、新しいことにはできるだけね挑戦していろいろね、まあ、新しい面白い体験を俺たちにね提供してくれることを、まあ、結構僕はね望んだりするかなというふうな形になっておりますね、まあ、結構俺はディアブロ4神ゲーだと思う。いろいろね批判もあるんだけど、悪い点とかもねあったんだけど、それでも俺はねディアブロ4神ゲーだと思うので、ぜひね皆さんもねディアブロ4楽しんでね、まあ、プレイしてみてはいかがかなっていうのと、あとこの動画には特にプロモーション入ってますよ、はいなのでね、ぜひね皆さんね今回の新 DLC についていろいろですねご意見ご感想とかあると思うので、コメント欄でみんなとねわちゃわちゃ何か言い合えれば楽しいかなと思いますので、ぜひですね皆さんのご意見とか予想とかね、 DLC これじゃねとか、こういうシステムとか、このクラス来るんじゃねとか、このクラス来てほしいなとかあったらねコメントいただければと思います。という感じで今回は DLC について新たなニュースが入ってきたぜっていうのをですね取り扱ってきましたが、今後もですねこのチャンネルでは KTR ゲーミングではディアブロ4のですねニュースであったり、あとはですねいろいろなですね
情報を取り上げていきますので、解説系もねぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で生放送も結構やってるんで、ぜひね見に来ていただければ嬉しいなというふうに思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。そんな感じで本日はこの辺にしておきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。